皆さんこんにちは。今ですね、私はファイナルの時に髪の毛につけるビーズを買いにですね、シャーロットストリートまで来てるんですが、なんとこのお店こんなにめちゃめちゃ広いのに、このつけ毛屋さん、こういうつけ毛びっちり売ってます。で、まあ髪の毛のなんだこういうゴムとかも売ってるけども、ほぼですね、なんか今変になっちゃった。全部これ吊り下がってるのは全部毛です。こういう毛をつけて編み込んでいく、エクステンションして編み込んでいくと、黒人さんのですね、芸術的な髪の毛がこういうやつですね、出来上がるんですね。みんなすっごい綺麗だもんな。で、私は今回は毛をつけると、またつけたらつけたで大変なのでつけなかったんですが、なんかこういうお店に、でもうカーニバルなのでみんなおしゃれをしようと思って、結構お店は混んでいます。ここはもうズラコーナーですね。カツラ、もうつけ毛じゃなくて頭からズボッとかくるやつを売ってるコーナーです。多分ね、すっごい安いんじゃないかなと思う。本当に必要な人がいたら買ってか、お土産に買って帰ってあげたいぐらい、とってもお手頃な値段で、こういうものが買えます。つけまつげ持ってて、だいたい150円とかかな、お値段どうなんですか。つけまつげとかしないから値段の相場が全く分かりませんが、結構かわいい、こんな、なんか虹色のこんなのとか超かわいいなと思います。これは結構いいお値段がしますね。3000、4000円ぐらいかな。めっちゃ綺麗ですね。こういう先だけ青いとかね、ここに髪の毛のヘアスプレーみたいなのもあったり、ここマニキュアなのかな。あ、こういう上にくっついてる団子もあれなんだ、地毛じゃねえんだな。なんだ、騙されてた私。上手にできてるなと思ってたんだ、あれ。これはもうすでに編んであるやつですね。すごいな。で、帽子とかも売ってます。なんかこういうの、なんか日本のソカとかやってる人好きそうな感じだよね。です。シャーロットストリートのイーズストアっていうところにね、変なドリンクないかなと思って探しに来たんですよ。そしたらですね、なんと驚いたことに、じゃじゃーん、はい、オッケー怒られた。見て、CC レモン選ばないんだ。ここにサントリー CC レモン、すごい、サントリーさん、こんな中国系のトリニダードのお店に進出しています。あ、どんどん売れていくけど、サントリー CC レモンは誰も買ってくれない。あ、しかもね、ジャパニーズブランドって書いてあるね。これ見えるかな。でした、すごい。何かを、とりあえず CC レモンは買わない、砂糖多そうだし。森永豆腐ここにもある。用冷蔵じゃないのか。うん、日本って書いてある。いくらなんだろうな、どんななんだろう。で、皆さんこれ知ってますか、サバのトマト煮缶で、これじゃなくてね、ちょっとこのお店にはないけどね、ゲイシャって書いてあるサバのトマト煮があって、なんでゲイシャって思って、ゲイシャってあのゲイシャで、日本のゲイシャ、藤山ゲイシャでいいのかな。で、まあ、それも同じ、このサバのトマト煮が入って、もうこれの特集の動画をちょっと撮りたいぐらい、これ私もう本当にめっちゃ好きです。これあったらご飯3杯ぐらい食べれます。こっちチャンキーって書いてあるので、砕いたやつ。とにかくこのサバのトマト煮が好きですね、この人たちは。ていうか日本人でも普通に美味しいんだけど、日本に売ってるの、売ってないと思うんだけど、ナトリのサバのトマト煮とかありますか。あったら私買いたいな。ビーズなんですけれども、結局あんまりいいのが売ってなくて、もしかしたらこうビーズをつけたりするのも全然流行ってないのかもしれません。で、こう唯一、買ったのがこれで、なんか横に、なんて
横がパカッと開いてパチンって止めるようなイメージだったんですけれども、どうもこの蝶々のこれでこうなんていうのかな、ここに三つ編みを通してこのビーズの中に三つ編みを入れるみたいですね。ちょっと開けようかな。どうやって開くんだろう。今ちょっとつけてみたんですが、これ一個一個つけるのすっごい大変だなっていうことに気づきました。どうやってつけようかな。とりあえずこれだけやるのも大変でした。